ありがとうございます。前説を担当させていただきます大阪プロレスリングアナウンサーの宮尾慎二郎です。よろしくお願いいたします。さあ、間もなく2時30分より大阪プロレス全選手の入場式、そして第1試合と、進めてまいります。本日はですね、プロレス全3試合このマットの上でプロレスを行います。観戦無料ですので、皆様、通りがかりの皆様もお気軽にご観戦ください。よろしくお願いいたします。はい、そしてプロレス3試合、そしてちびっこプロレス教室、そして音楽ライブが2組ございますので、今日はゆっくりと楽しんでいってください。はい、それでは試合観戦にあたりましての注意事項を申し上げてまいります。試合中の写真撮影、そして動画撮影は全て可能となっております。はい、皆様が撮っていただきました写真や動画は SNS などにアップしていただいても構いません。その際にはハッシュタグ大阪プロレス、そしてハッシュタグ、何にしましょうかね、京阪京橋商店街とつけていただきますと幸いでございます。皆様のご協力何卒よろしくお願いいたします。はい、本日はですね、特典がございまして、こちらにございます大阪プロレスの売店コーナーにてグッズをお買い求めのお客様に、この京阪京橋商店街各店舗にて使用できる500円分の商品券をプレゼントしております。ゲットされましたね。はい、ありがとうございます。はい、ですので商品券に記載された、500円の商品券がなんと2枚つきます。はい、1000円分です。で、商品券に記載された店舗で使用できる形となっておりますので、皆様大阪プロレスグッズをぜひともお買い求めください。よろしくお願いいたします。それではここで皆様に質問がございます。プロレスを初めて見ますよという方、手を挙げてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、大阪プロレスの T シャツをもうすでに着て、プロレス初めてってね、初めてやんな。な、はい、ですので、それではここでプロレスのルール簡単に説明してまいります。プロレスの決着方法、大まかに2種類ございます。1つ目が3カウントホール、もう1つがギブアップとなっております。それでは岡田健介レフェリーの実演を交えて説明してまいります。まずはですね、選手が相手に技を決めました。で、倒れた選手にフォールに入ります。抑え込みですね。入りましたらレフェリーがカウントを数えます。はい、こうやって3カウント入りましたら決着となります。その際には、勝った選手に拍手と声援をお願いいたします。はい、こんな感じで拍手を送っていただきますと選手も喜びますので、よろしくお願いいたします。続きまして、ギブアップのルール説明です。ギブアップというのは、選手が相手に締め技や関節技を決めました。で、かけられた相手はもうダメだと思ったら、自分の体、もしくは相手の体、もしくはこのマットを3回以上タップするとギブアップの意思表示となりまして、決着となります。はい、それでですね、プロレス普段はリングの上でプロレスを行うのですが、本日はこのマットの上で特別にプロレスを行います。で、ギブアップの時にですね、あのロープエスケープといって、本来でしたらリングのロープを掴むと、関節技や締め技を外さなければならないというルールがあるんですけど、今日はロープがありません。じゃあエスケープどうするのかと言いますと、私がまあ技をかけられてましたと。そしたら、頑張ってお客さんの方に行きます。で、お客さんとタッチしたら、これロープエスケープの代わりにさせていただきます。まあ、お客さんエスケープという形ですね。という形で、特別なマットプロレスオリジナルルールもございますので、ぜひともリングサイドのお客様は、選手が頑張ってエスケープしたいときには手を差し伸べてあげてください。よろしくお願いいたします。それとですね、本日非常に、会場内通路が狭くなっております。この商店街通路にされている
方もいらっしゃいますので、必ず通路の方だけ開けていただきますようにお願いいたします。はい、それではまもなく2時30分から大阪プロレス全3試合、そしてちびっこプロレス教室、そして音楽ライブ2組と行ってまいりますが、皆様最後の最後まで盛り上がる準備はできてますか？はい、素晴らしい拍手、素晴らしい拍手ですけど声援が足りません。もう一度いきますよ。盛り上がる準備はできてますか？はい、ありがとうございます。それでは大阪プロレスハロウィン8ボ京橋プロレス祭り、まもなくスタートです。ありがとうございました。